回はネットでアワラのマスコットアワラビット、どうぞよろしく。このアワラの目ではアワラ市でやったあんなことやこんなこと、楽しいことを伝えていくからお楽しみに。さて早速今回はこちら、アワラの特産物を使って作るスイーツ教室の話題からレッツラボン。10月2日に本庄公民館で行われたのは、富津のさつまいもを使った簡単スイーツ教室。このイベントはうららんっていう地域活性化を目的としたプログラムの一つとして行われたんだ。だから今回のスイーツ作りで使うのはあわらの特産物である富津金時。綺麗な色、どんなスイーツが出来上がるのかな。ボウルにきび砂糖やバターなどを入れて混ぜ合わせていくよ。しっかり混ぜ混ぜしようね。メレンゲ作りにも挑戦。ミキサーを使うとお菓子作りって感じがして楽しいね。先生に教えてもらいながらみんな上手に作れてるね。混ぜ終わったものを型に流し込んだら、富津金時を上に乗せていこう。もう美味しそうだけど20分くらいオーブンで焼いていくよ。焼き上がりが待ち遠しいね。焼き上がりを待つ間にもう一つ作っていくよ。富津金時をよく潰してチョコレートと蜂蜜と一緒に混ぜ合わせていこう。混ざったものを手でこねこねっと丸めていくよ。こねこね、楽しいね。最後にココアパウダーの上でコロコロっと転がそう。うん、富津金時のトリュフだ。さつまいもで作れちゃうなんてびっくり。トリュフを作っている間に焼き上がったみたい。うわ、とっても美味しそうなケーキ。富津金時がたくさん乗って贅沢。みんな上手にできたね。家でもよくケーキとかは作ってるけど、今日のようにうまく作れたのが初めてだったので嬉しかったです。まあうまくいったと思います。すごくいい経験ができたと思うし、なかなか家ではつい手を出しすぎてしまうので、今日は見守る方でできたので良かったです。あわら三国でお商売されてる方を活性化盛り上げるために、うららんで体験プログラムを体験してもらって、皆さんにお店なりを知っていただいて、あわら市三国を活性化するため のプログラムです。来た生徒さんにはこれからもこんなにさつまいもでこんなケーキが作れて我が家の定番になってくれたらいいなと思っています。うららんではお菓子作り以外にも様々なジャンルのプログラムが行われていたよ。今度は何を作るのかな。お汁とか出てくるのが美味しい。なんかマヨネーズがかかってるさ、お魚が好き。食べないよ。さて続いてはこちら、全国の発酵食品や文化を体感する企画展のお話から、レッツラボン。発酵、発酵、発酵、発酵だらけだ。現在金津創作の森美術館で行われている発酵ツーリズム日本北陸。その名の通り、全国の発酵食や発酵文化を旅行感覚で体感できる企画展で、北陸3県を中心に全国の知られざる発酵食品を多数展示。誰でも楽しめるよ、ポップな空間になってて、発酵の奥深さを分かりやすく説明してくれているよ。
この火山創作の森の学芸員の千葉さんから、展覧会をしてほしいというオファーがあったのが一番最初です。で、この展覧会自体は2019年に、渋谷の光への D47 ミュージアムというところで開催をしていて、その巡回展という位置づけで始まりました。全国47都道府県の発酵食を紹介するエリアでは、海、山、島、町ごとに発酵文化の違いを知ることができるよ。いろんな発酵食品があって面白いね。北陸に焦点を当てたエリアでは、サバのなれ寿司、フグの卵巣ぬか漬け、バタバタ茶などをパネルと実物で歴史とともに紹介。発酵を知ることでその地域性もわかるんだって。こちらは発酵に必要な酵素を学ぶコーナー。酵素って私たちの知らないところでたくさん活躍してくれているんだね。地形と北前船の文化と信仰の3つが関わって独特な発酵食品ができています。食に興味がある人はもちろん、デザインアートに興味がある人も楽しめるし、地元のことがもっと面白くなるので、ぜひ、この福井の、あわら周辺エリアの人たちにいっぱい来てほしいなと思ってます。よろしくお願いします。この発酵ツーリズム日本北陸は12月4日まで開催中。日本の発酵文化に興味のある人はぜひ足を運んでみてね。黒色も買ってもらった。ピンク、薄いピンクもう決めた。だけどなかなか来ない。僕のお兄ちゃんは10月ぐらいで来たって言ってたよ。知恵の種のコーナー。このコーナーではみんなが真似したくなっちゃう楽しい工作や、思わず誰かに教えたくなっちゃう生活の知恵を紹介するよ。今回のお題はぴょこぴょこうさぎ。このぴょこぴょこうさぎ作りに挑戦してくれるのは、一姫こども園のお友達です。よろしく。さて、材料を紹介するよ。まずは同じ色の画用紙が3枚、違う色の画用紙が1枚になるようにしてね。そしてマジックペンとハサミ、のり、あとはセロハンテープとストロー、タコ紐を用意しよう。ここで注意、ハサミを使うときは危ないから大人と一緒に作ろうね。じゃあ作っていくよ。まずは同じ色の画用紙2枚を半分に折っていこう。縦長になるように折ってね。できたら片方を少し開いて、その中にもう片方を入れよう。セロハンテープでしっかり固定してね。次に両端を同じように入れて丸い形にしていくよ。ちょっと難しいけど頑張って。でもまだテープで留めないでね。次は一人じゃ難しいから、大人の人かお友達に手伝ってもらおう。画用紙を頭にかぶって自分の頭の大きさと同じくらいになるように調整しよう。合わせたらセロハンテープで固定してね。頭にぴったり合うように優しく折り目をつけよう。お次は同じ色の画用紙1枚を半分に折ってハサミで切っていこう。使うのは片方だけだよ。縦長に半分に折ったら、今度は横長に半分に折ってね。その折り目に沿ってハサミで切ろう。切れたら
2つとも片方の端を3センチくらい折ろう。折ったところの端をセロハンテープでくっつけるよ。折り目を開かないようにして貼ってね。次はウサギの耳の形になるように線を描いて切っていこう。上手上手。違う色の画用紙を使ってお耳の中を作っていくよ。作ったお耳で型を取ってから内側に線を引くと作りやすいよ。切れたら糊を使って折ってある方の面に貼り付けていこう。できた耳をさっき作った画用紙に貼り付けていくよ。折ってあるところを引っ掛けるようにしてセロハンテープでしっかり貼ってね。次にストローを半分に切って蛇腹の部分にセロハンテープをくるっと巻きつけよう。タコ紐を頭の上から自分の胸下くらいの長さに切っておいてね。2本できたら両方とも片方だけ小さな玉ができるように結ぼう。できたらストローに通していくよ。抜けないように途中で止めておいてね。結んである方を耳の真ん中にテープで貼り付けよう。剥がれないようにしっかり貼ってね。ストローは少し斜めにしてテープで貼ってね。これもしっかり貼ろう。こんな風にハの字になっていれば OK。 最後にウサギさんの顔を描いたら完成。遊び方はウサギさんをかぶって紐を引っ張るとぴょんと耳が上がった。ぴょこぴょこ動く耳がかわいい。みんなも作ってウサギさんになりきっちゃおう。さてと今回のあわらの目はここまで。次回までバハハ。